パンフレットが千代くんのお自宅に送られている、送付されていると。その犯人が、NHK から国民を守る党の党首の立花。千代くんの主張はとりあえず妄想作り話ですと。で、作り話だったんだけども、その作り話は真実だったと、まあ、こういう主張をしてるんですよね。向こうの弁護士さんはとにかく証拠を出すのを嫌がっててですね、次回期日までに反論主張立証されますかと裁判官が確認をしたところ、いや、そのつもりですって言うんですよ。出しますって言わないんですよ。そういえば果たし合いにしようぜって言ってるんですよ。合法的に殴り合いたい、だって大橋君に対して殴ってやりたいって言ってたよな。千代君、なぜ果たし合い事務局からの依頼断ってるのよ。なんで君逃げてんの。果たし合い事務局からもう連絡取れなくなったって言ってるよ。はい、千代君の裁判に勝って NHK をぶっ壊すということで、今日3本目になるのかな、先ほどまでは東京の裁判所で、今は千葉県の千葉地方裁判所松戸支部の方に来ております。ここはまあ新しい裁判所なんですが、まあ、松戸駅から歩いて5分ぐらいのところですか。で、今日ですね、多分4回目ぐらいになると思うんですが、原告 NHK から国民を守るとという法人です。で、被告が選挙ウォッチャー千代こと石渡くんになるのね、石渡智弘くんになるのかな、の裁判の4回目と。で、ちょっとコロナの関係で私先方の弁護士さんお見えになるのかなと思ったんですが、電話会議ということで、こちらの私のうちの党の弁護士さん、原告弁護士代理人と、まあ、原告の当事者の私が出廷して、で、裁判官がいて、3人の部屋から、千代君の代理人弁護士の事務所に電話をしてということで、相手はバナキ弁護士と山崎弁護士ということで、電話で2人参加、裁判官で原告代表者と原告代理人、まあ、こういうこと内容でした。でですね、そのいわゆる記事ですね、去年の末だったと思うんですけども、まあ、千代君が約1300通のですね、まあ、ほど超えるのが、まあ、程度のパンフレットが千代君のお自宅に送られている、送付されているとこういうことで、千代君がその被害を訴えた記事なんですが、その犯人が NHK から国民を守る党の党首の立花であったり、当時の交際相手の、まあ、加代麻里乃が企画立案、いわゆる指示をした、監督みたいなもんですね、まあ、指示をして、それを牧原会社が、実行したみたいなことを、まあ記事に書いたわけですね。まあ、記事というか、まあ、正確に言うと株式会社ノートというブログに書いたわけですね。で、まあ、それがですね、こちらは事実と異なる記載だということで、名誉毀損の裁判を提訴したのが今年の1月末ぐらいだったと思います。そういう流れなんですね。で、もうすでに4回目ぐらいの今日期日なんですが、いまだに、まあ、その千代君側から、証拠が何一つ出ていない。で、千代君の主張はとりあえず妄想作り話ですと。で、作り話がか、作り話だったんだけども、その作り話は真実だったと、まあ、こういう主張をしてるんですよね。で、さらに真実相当性がある、あ、ごめんなさい、真実性はごめんなさい、主張してないです。作り話なんだけども、作り話じゃなかったとしてもというか、作り話が真実相当性があると。で、まあ、真実相当性っていうのは真実でなくても真実だと思い込むだけに足りる
まあまあ、なんていうのかな、取材をした調査をした、まあ、千代君がそう思い込んでも仕方がないっていうことを立証しなきゃいけない。つまり1300通のパンフレットが、まあ、送られたことは、まあ、間違いないんでしょう。こちらは知りませんけどね。でそれを送った人は誰かそれは私が指示した人だ。で私がそれを指示したっていうことについて千代君はその真実を証明する、あるいはそう思い込んだことを証明しなきゃいけないです。でどうも彼の主張を見てると、彼のところに一通の手紙が来て、その手紙の内容を信用したとこう言ってるわけなんですね、今のところね。ところがもう裁判が始まって1年近く、もう10ヶ月ぐらい経つんですが、その手紙は全然出てきていません。でその手紙を公開しますということで、ノートというブログで1320円で、見たい人は売りますよって、出してきたのが、まあ、チンコ丸っていうものなんですね。だから彼の言っている証拠っていうのはチンコ丸になるんですよ。この裁判で立花が牧原会社やる別の人間を使って千代君のところに1300通程度の、まあ、パンフレット、パンフレットって何ですかっていうのは、おそらく言ってるのは塾とかに行きたいとか、どっかの、まあ、宗教なのかよく分かりませんけども、まあ、無料パンフレットの送付ができるところに千代君のふりをして送りつけたということなんですけども、まあまあ、証拠が未だに出てきていませんし、1320円で買った人も証拠はチンコっていうことなので、さすがにこれはちょっと世の中に対してふざけすぎてるんじゃないかと。で向こうの弁護士さんはとにかく証拠を出すのを嫌がっててですね、次回期日までに反論主張立証されますかと裁判官が確認をしたところ、いやそのつもりですって言うんですよ。出しますって言わないんですよ。そのつもりですっていうので、でこちら側としたら、あ、次回期日が設けられるんだったらこちらは新たというか先方が証拠を持っていない主張と立証をさせていただきます。まあこちらの主張と立証を申してたところ、向こうの、まあ、真木弁護士はいや原告の主張を待ってから反論したいんですってこう言い出したんですよ。またちょっとものすごい時間稼ぎを先延ばししています。で、まあ、しようとしてるんですけども、さすがに裁判長もいやこの真実相当性の証拠ですよね、先方からすれば真実相当性の証拠を出そう、こちらは真実相当性の証拠などないという主張取り主張なので一緒にやってくださいということになって、11月の24日、しかも向こうがやたら先延ばしするのでまだ1ヶ月以上先なんですが、11月24日が締め切りとなって、お互いがさらなる証拠を出していくということになりました。で次回の期日が次のまあ裁判ですけども、どれだ、11日ですね、12月11日の11時からまたこれは電話会議になったんで皆さんお越しいただくのも無理なんですが、12月11日の11時からやることになりました。でこのようにですね、次回12月11日ということはもう今からほぼ2ヶ月先になりますから、こんなペースでやっててもですね、まあ、向こう時間を稼いでると思われるので、まあ、次なる手を打ちます。で次なる手は何ですかって言ったら、同じように私のと同じように名誉を毀損された司法書士の加用まりのさんが、民事裁判をする、新たな裁判としてやるということで、次の手をもう打ちました。今裁判が終わった後、私の今代理人をしていただいている佐藤弁護士と加用さんが打ち合わせをして委任をして新たな裁判をですね、まあ、同じ記事に関して新たな裁判をするということで、これが決まりました。で、さあ、
これで終わりかっていうと全然そうではなくて、立花個人の侵害、今やってる裁判というのは NHK から国民を守る党という法人ですね、それ政党の名誉を侵害して、毀損している、信頼を低下させているっていうことなので、立花個人や、例えば記事に出てくる大橋議員の名誉であったり、名誉感情の侵害をしているっていうのは明らかなので、この先、まあ、サミナリ式に裁判をしていく、サミナリ式っていうのは、まあ、今月は加用さん、来月はまた大橋君というようなことで、っていうのはこれね、もちろんね、あとこの記事だけじゃなくて1320円払って記事を買った人は当然これは詐欺の被害者ってことになりますから、記事を買った人がその自分の地元で裁判することもできます。例えば記事を買った人が大阪だっていうことは、大阪の簡易裁判所に1320円返してという裁判もできます。要は地代君に対してはもう裁判をどんどんやっぱりこれ仕掛けていくと。でスラップ訴訟って我々言われたんですけども、一度地代君に対してスラップ訴訟したっていうことであれば、これ本当に地代君はスラップ訴訟だと思ってるんだったら、さらなる損害賠償をしてこなきゃいけないわけですよ。前回もスラップ、去年もスラップ訴訟されて慰謝料払わされているのにまたやってきた。だから地代君からしたら反訴していい案件じゃないですか。でも地代君の方は全くそういう動きはないんです。で、まあ新規のこの今回の党がやってる裁判、今日やった裁判は、まあ、地代君にも、まあ、経済的な余裕があったのかもしれませんし、その馬奈木弁護士や、山崎弁護士も、まあ、前回勝ってるからということで受けた可能性高いんですが、もう多分僕弁護士さんもちょっと苦しいんだと思います。っていうのは、まあ、今日佐藤弁護士とも話をして、まあ、多様司法書士の多様さんがやっている仮処分の決定というのは、弁護士さんも言ってましたけども、損害賠償の請求権よりも表現の自由を止める方が厳しいって言ってました。聞いてたんだけど、あのね、要は記事の内容によって慰謝料を払えという判決をもらうのと、記事を消せとか謝罪広告を載せろっていう方がハードルが高いです。これ僕がやってるんじゃなくて、司法書士の加用が言ってて、弁護士の佐藤先生が言ってる。つまり仮処分が認められるような案件については、損害賠償請求っていうのは至って簡単に認められるということで、まあ佐藤弁護士も、まあもうほとんど出来上がってるから、なんか依頼してもらっても申し訳ないなとは言ってましたけども、まあそれはリーズナブルな価格でやってもらえれば理想ですけども、僕は地代君に対してここまで攻撃している理由っていうのが、まず、まあ、大きく2つあります。1つはですね、彼が僕との裁判で2度勝ってること、まあ、正確に2件控訴審も入れたら4件勝ってることです。でこれについては私も認めてます。これは確かにやりすぎたなっていうところもあると思ってます。でそれで多くの方に立花 NHK から国民を守る党に対しての信頼を失ってしまった、期待を裏切ってしまったっていうのが、まずすごく僕の中では反省があるんですね。だから今回地代君がそれで調子に乗って、まあ、去年の暮れに、まあ、彼の主張からすればたった一通の手紙、彼自身が自作自演したのかもしれません、正直分かりませんが、その一通の手紙を信用して、名誉毀損というこれは犯罪行為にもなります。でこの犯罪行為をしていることをやっぱり許すわけにいかない、誰かが止めに行かなきゃいけない、であれば被害者の僕が止めるしかないというのが1点です。でもう1点が、地代君が依頼している馬奈木弁護士と山崎弁護士というのは、まあ、いわゆる極左の人たちを応援している弁護士さんで、じゃあその根拠は何ですかと言われると、10月の7日に僕被告とされている裁判の判決があります。原告はあの著述家の津賀野保さんです。でその津賀野保さんの代理人が今日の馬奈木弁護士と山崎弁護士、同じ弁護士さんなんですね。でこの津賀野保さんっていうのは最近話題になりましたが、
立憲民主党の石垣のり子さんという参議院議員の施設秘書をされてるんです。だからこの相手方の弁護士であったり千代君であったりっていうのは、この間千代君、大橋君が千代君の、まあ、生放送をやってる時にそこに書き込んでたのがこれまた横川圭樹さんっていう人です。横川圭樹さんが公人が私人を撮影するのは一線を超えていると法律違反してるって言ってないですよ。一線超えてるって言うんですよ。なんかちょっとわからん。で、すぐ僕あの横川さんと仲いいんですぐ電話したんですよ。横川さんに、いやさすがにあの公人が撮影するのって別に何も問題ないでしょ、取材行為なんだからと。千代君が聞きたいって、俺の公職選挙違反を聞きたいって言ってるの。いや違うんだ、それはもう一線超えてるんだ、で法的手続きを取るとまで言ってます。もう絶対取ってくださいねって言っときましたけども、この横川圭樹さんっていうのが、菅野保さんの兄貴分なんですね。で横川圭樹さんと石垣のり子参議院議員っていうのがいつも2人で国会内で歩いています。で、あの森友事件の時も籠池さんの自宅内でずっといて、検察が来た時に撮影してたのもこの横川圭樹さんであったり千代君の一派なんですよ。だから千代君というのはちょっとね、普通のそのジャーナリストじゃなくて、その森友事件を混乱させた一派のまあ下っ端になるんですね。で今の参議院議員と、まあ、あの立憲民主党の石垣のり子さんと密接につながっているジャーナリストということで、まあもちろんその同じ弁護士を使っていることで、菅野保さんの件で僕はちょっと驚いているのは、僕が訴えられている内容っていうのは、著述家がある著述家がレイプ犯、レイプ常習犯だというツイッター書き込みがあったんですね。ツイートが、まあ籠池さんの長男が書いたんです、まあ、そこには著述家しか書いてなかったんで、僕がそれをリツイートする形でこれ菅野保のことですって入れたんです。そうすると菅野保さんから名誉毀損だという民事裁判を提訴された。去年の多分9月ぐらいかな、ちょうど僕が菅野保君と新宿でやり合ってもうボロボロに打ち負かした後ですよ。で、まあこの事件もしばらく伏せてたんですけども、まあ菅野保君が公設というか施設秘書とはいえ国会議員のね秘書をしてるってことも分かったので、あの立憲民主党でしょ、セカンドレイプダメって言ってるのは。でこういう人を、ね、僕はだからレイプをしている常習犯だと言ったんです。そうすると菅野さんの言い分ね、向こうの弁護士さんと菅野さんの言い分は、俺はレイプはしてない、つまり強姦はしてない、強制わいせつはしてる。なかなかすごいでしょ。俺は女の子に無理やりキスしたり女の子の体を無理やり触ったけども中には入れてないからレイプ犯じゃないんだって主張してるんですよ。いや驚きでしょ。それをまあ弁護してるっていうか代理人をしてるのが今回の千代君の弁護士代理人であるバナキさんと山崎さんなわけですね。だから当然その確かにレイプの定義が本番行為があったという主張は一つの主張としてありでしょう。それはレイプを直訳すればそれは強姦なんでしょう。でも日本で今使われているレイプっていうのは、まあ男女、まあとにかく異性の意に反して、まあ普通は男性が女性ですから女性の意に反して無理やり性的なキスをしたりお尻や胸に触ったり下着を触ったりっていうのを総称してレイプというのが通常化されているのが一つと、もちろん菅野保さんがレイプ犯だと僕はツイッターに書いたわけですよ。そうすると多くの人が菅野保レイプで検索をすれば、彼が強姦はしてないけど強制わいせつをしてるっていうのは、これ民事裁判でも菅野さん110万円払えと判決が出てるし、刑事事件でも不起訴であるけども、いわゆる起訴猶予処分になってるっていうのはもうこれネットを調べたらすぐ出てくることなんですよ。だから菅野保がレイプ犯だと、レイプ常習者だと言って彼が毎回毎回最後までね挿入までやってるとは誰も思わないでしょ。
もうそもそ もうそういうことを裁判で言って僕に慰謝料払えと言ってくる時点で被害者の女性に対して何の謝罪もないだろうし反省もしてないだろうし、これからもきっとやるんじゃないですか。で何よりも彼は罪の償いをしていません。アメリカで2度、1度目はまあ裁判所に出廷して罪の償い終わってますけども、2回やってるんですよ。で2回目はアメリカの裁判所から逮捕状が出てるんですが、日本に逃げ帰ってきてる逃亡犯なんです。アメリカに行ったら、あの三浦和義さんがサイパンで逮捕されたように、彼はアメリカに行くと逮捕されるような人物、その人物の代理人と代理人弁護士と千代君の代理人弁護士が同じ人で、その人たちが今立憲民主党の参議院議員の秘書業務をしていて、国会をずっと出入りしてるんです。国会の参議院会館や場合によっては本会議も出入りしてもしょっちゅう会います。でこれはそれでいいのかと。で僕は、まあ、最後にしますが、その横川圭樹さんと金曜日電話した時に、あなたは石垣のり子さんの公設あるいは施設秘書をしてるんですかって言ったら、答えませんって言うんですよ。もうね、僕ね、もう横川さんに関しては僕は年も一つ彼のが上なんで、でも堂々としたらいいじゃん。秘書をしてないんだ、秘書をしてない、してるんだったらしてるって、なぜそんなことについて明確に答えないの。迷惑かかるからでしょ、石垣のり子さんに。で石垣のり子さん、僕はまあ、これまで直接の批判を避けてきましたけども、まあ、批判避けてきたっていうか、向こうからのお願いがあったんです。石垣のり子さんが、高橋陽一さん、今内閣の官房参与に菅総理任命された開津大学教授の高橋陽一さんを山本太郎さんが勉強会で呼んだんですね。でその勉強会に高橋先生を呼んだ時、石垣のり子さんはものすごいツイートしてます。いわゆる差別主義者かな、ちょっと具体的には忘れましたけど、いわゆるネトウヨみたいな右翼のような人間をと言って、高橋陽一先生のことをまあ侮辱したというか、で高橋先生もそれに対して、なぜ私がそういう極右とか右翼なのかということを質問してても、石垣のり子さんは未だに回答していません。でその時に、田島さんちょっとお手柔らかにお願いしますと言われたんですよ。参議院会館だったかな、ちょっと衆議院の廊下か忘れましたけども、だからちょっと お手柔らかにしてましたけども、僕国会の中で石垣のり子参議院議員と横川さんが一緒に歩いてるの見てるのに、秘書かどうか答えませんって、もう自分で調べたらいいじゃないですかとか言ってましたけどね。だからこれは僕はその立憲民主党というところがね、いかにそのセカンドレイプとかそのいやミートゥー運動とかやってますけども、彼ら自身そんな人権を考えていないという人間を所属させてる政党であると。これは立憲民主党全部批判するつもりはありませんが、立憲民主党の公認候補として当選して、いまだに立憲民主党に所属している石垣のり子参議院議員がね、そういう自分の秘書を採用して、アメリカから逃亡している秘書を採用して、レイプを、まあレイプというか、強姦をしていないけども、強制わいせつをしている人間を、が、レイプ犯って言われて、逆切りして裁判してくる。だから、こういうね、千代君という、まあ、底辺のジャーナリストを責めてるんではなく、この国の国会議員と国政政党とすごくつながりがある千代君の発信に対して明確にね、攻撃をしている、反論している、攻撃をしている。で僕の言ってる攻撃っていうのはあくまでも裁判上の攻撃と言論空間での攻撃であって、あとそういえば果たし合いにしようぜって言ってるんですよ。合法的に殴り合いたい、だって大橋君に対して殴ってやりたいって言ってたよな。千代君なぜ果たし合い事務局からの依頼断ってるのよ。立花のことはなんかもうあれが嫌いだから右腕をぐるんぐるん回して待ってますって伝えといてくれって俺聞いてるで。なんで君逃げてんの。果たし合い事務局からもう連絡取れなくなったって言ってるよ。大橋君殴りたいの。大橋君と果たし合いのリングで会ったら頭も弱いし体も弱いんですよ結局は。でそういう人が、まあ、そういう人を信用してて今回1320払った人もいるわけですよ。だからここはね、僕はこれが正義だと思いますし、
NHK 問題をやっていくときに、我々がおかしな組織だ、危険な組織だとかっていうことを、あまりあちこちで不意調されて黙ってると、それは認めたことになるから、僕は週刊文春に対しても、知財君に対しても訴えてます。で、それ以外の人は基本的には雑魚だと思ってるので、それ言ってないですけども、ただ今、ツイッターでね、今日も2回目の仮処分申し立てをしてきました。これは、僕の政治的なことじゃなくて、誹謗中傷をできるだけ減らしたいと思いでやってるので、ね、ちょっとそこの雑魚を相手にしてるのは、いわゆる一般の人を相手にしてるのはちょっとまた違う意味がありますから、以上ですが、何かご質問ありますか？めっちゃ見上げる。はい。今回に関しては、質問というよりかは、ちょっと、重要な話。知財君の重要な、はい。やっぱり、エラテンの、NHK から国民に、NHK から国民を守る党の研究っていう、あの本の、ソースが多分、僕はまあ、知財さんは読んでないんですけど、結構、あっから取ってると思う。あ、エラテンの出版物が千代君の発信から取ってると。だと、まあ、まあ、そう、そういう感じがするので、ね、その、そういう意味でも、絶対に、私、ちゃんと、潰しとかないとダメだと。だから、その、NHK から国の、エラテンの本は、本当に僕は絶版を要請したいと思ってるぐらいの本なので、本部は、確かに、千代本人が過去だとしても、ちゃんとしといた方がいいとか、なるほどね。だと思う。それはでも確かにそうですね。だから要は千代君 の、 記事っていうのは確かに裁判を勝ってるので、私ども裁判勝ってるから信用する人が大勢いて、それによって二次被害が広がってると。だからまさにね、司法書士の加代さんがそれを言ってるのもまさに二次被害なんですよ。まさにセカンドレイプというか、セカンド名誉毀損になるのでね、セカンド誹謗中傷になってるので、まあその責任はね、しっかりと。すごい昔からやっぱ追っかけてるので、細かいことよく知ってるじゃないですか。うん、僕でも知らないことよく知ってるので、やっぱりそんだけ細かいこと知ってる人だと、ちゃんとしてる人なんじゃないかなってやっぱ思ってしまう。まあそうだよね。それがネット上で拡散してたら、やっぱそこは質問で良くないと思う。そうだね。だから、弁護士の先生も、まあ、被害に来たんですけど、走るでもいいんじゃないかって言ってらしたんですけども、やっぱここは自然とした対処。そうだよね。そうだから千代君の影響ってでかくて、まあ、例えばカピバラチャンネルさんにも僕電話したら彼は理解してくれました。あと与儀君も直接会って6時間ぐらい話したのかな。公開してるのは3時間ぐらいですけど、あの後もゆっくりやってます。だから話し合えば理解してもらえると思ってます。例えば水谷に関してもちゃんと必ず電話くれてます。批判はしてくださいと。ただ悪口言う時には必ず取材してねって言って必ず出てます。で、唯一そういう話に聞く耳を持たない、僕にいつも電話してこないのが千代君です。まあ、でも今回のでもその裁判の証拠を1320円で売って、それが事務所だけとか、これはもうはっきり言って文部道断レベルだと思う。そうね。だからここはもうもちろん株式会社ノートに対しても見識を伺いますし、被害を受けている方は1320円返してもらえない方は千代君に対して返金の要求をする裁判ができると確信をしておりますので、大体以上ですかね。ありますか他。終わります。雨の中ありがとうございました。選挙ウォッチャー千代君をとりあえず叩き潰してNHK をぶっ壊すからのいってらっしゃい。毎回ほとんどやってるんで言ってください。